こんにちは。こんにちは。ということで、はい、今回は研究生含め6人で、はい、こちら。何？糸。糸？糸？箱置いてきちゃった。糸をやろうかなと思います。はい、これね、過去に3人で、はい、やったことあるんですけど、うん、ね、まあ、1から100の数字がこのカードには書かれてて、うん、例えばお題が、うん、なんだろうな、動物園の人気。おうん、とかで、だから100に近い方は人気のやつね、うん、パンダとか。なるほど。だから1だったらあんま人気ない。あ、なるほどなるほど。だ、だから飼育員とかよ、極端なこと言えば。なるほどなるほど。みたいな感じで、数字をちょっとみんなの連想できるものに変換して、はい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 、その順番通りに並んでもらう。なるほどなるほど、はいはい。30とかが難しいよね。めっちゃむずい、はい、そういうことです、ね、そういうこと。60とかで単純人数も増えたしね。そう、単純ですよ。そう、これあったら気持ちいいね。もう3人は2人やってたらほぼクリアだから。そう、そういうことです。そう、確率。やったことないです。いや、確かに嫌に詳しいから。いい、飲み込み早い、うんうん、そういうこと、うん、全部わかりました。やるか、やる、はい、やります。やったね、やったね。ちょっと手使えないんで誰か、はい、もうシールドが、シールドが、すげえ邪魔。邪魔じゃないけど。本当にしてる。見えねえぞ。見えないよ。しかもしてんのかな。裏側見せろよ。ストップって言ってください。え、本当にあんましてるもん。うん。ストップ。はい。本当？じゃあここで。本当が変わってないですよ。本当って言ってるじゃないですか。キャップではない。キャップなら言わない。分かってくれないですか。上から。上から。はい。引いたカード他の人に見せないでください。自分だけで、はい。自分だけで確認してください。はい。で、ここから皆さんはもう数字を口にしてはいけません。はい。その場で失格にします。はい。お題か、これ。今回のお題は、まあ、せっかくね、この6人だし。はい。お弁当のおかずとかどうでしょう。あ、はい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 。だ、ただの食べ物よりね、ちょっとお弁当ね。お弁当にしようかな。お弁当のおかず。うん。うわあ、むずいなー。で、これどうしようかな。どっちかから順番とかに言った方がいいんだよね。はい。端っこから今順々に言う。ああ。なるほど。僕からの方がいいですかね。そして。お。うわ、鈴木君。これ大事よ。どうですか。ちょっと待ってください。めっちゃ大事。マジも。お弁当っすよね。お弁当。おかず。うん、100。そう、100がめっちゃ人気。うわ、1が人気ない。うわ、むずいな。じゃあ、うん、いけるかな、これ。絶妙な。絶妙な。だから、怒んないって約束してください、みんな。うん、怒んないって約束してください。これチームプレイですもんね。チームプレイ。責めるとか怒るなしにしましょうね。もちろん、もちろん。そんなの。まあ、基準になるってだけだから。唐揚げ。おお、まあ、わかりやすいな。なるほどね。はい。場合によっちゃだな。はいはいはい。なるほど。なるほど。はいはい。続いて。きのとうのおひたし。うわあ、なるほどか。そう、そういうことね。なるほど。ぼんやり。多分。うん。3、4、5とかむずいぞ、これ。むずいな。そう。そうそう。他の人のがね、出揃った後だったらいろいろ考えようがあるけど。まあ、この順番出さなきゃいけない。そう。アジの刺身。アジの刺身。お弁当だよ。お弁当。だから、そういうことじゃない。まあまあまあ、でもそういうことなのかな。弁当のおかずとしてってことだよね、味の刺身。これむずいってことですね。うわー、これむずいな。でもなんとなくね、傾向は今出てる感じしますよ。揚げ出し豆腐。おお、むずい。むずいやつだな。まずね、こんなぐらい、こんなぐらい。ちょっと、じゃあ俺いくよ。はい。レンコンとひき肉のハサミ揚げ。うわ、強くない？うまいけど。はいはいはい。じゃあ僕っすね。はい、そして最後。洗い忘れちゃって、土がついたごぼう。あ、うまい。でも、やり方としてはうまいね。なるほどね。なるほど。洗い忘れちゃって。そういうのありなんだ。じゃあ、ダントツなの？もうダントツ低いよ。食うに値してない。いや、でも、ごぼうで土ついてた方が健康とか言う。え？まあ。ごぼうに限っては。新鮮。え？でも俺。新鮮ではあるよ。新鮮ではあるよ。
土入ってんのやだろ、弁当に。弁当に入ったら切れるよ、俺多分。そう、ベッチギな。めちゃめちゃベッチギな。ごぼう出してきたら切れるな。うん、これ、予想の段階で並び替えとかしてもいいですか？あ、ぼんやり動いてもいい。ファーストメイちょっと考えたら。いった。こっちが高いとするんだけど。僕多分、あ、高いです。あ、まあ、そう、唐揚げ。良さげではあると思う。ハサミ屋のここら辺じゃないですか。で、揚げ出し豆腐も高い。まあ、まあ、多分、ここら辺が下手したら。あれ、亀が吹き、吹きの音が下手したら。うまいって。まあ、でも、ちょっと怪しい。こっち寄りではあると思う。絶対ごぼうこっちだと思う。いや、え？いや、そんなわけで、だって、ありました？アジの刺身だよ。アジの刺身。刺身。っていうのが見えてるんだよな。でも、俺。吹きのとうも、だいぶ、あれですよ。子供、テンション上がらないです。いや、でも、分かってる、分かってるけど。あ、めっちゃ夏、めっちゃ夏。え？めっちゃ夏？めっちゃ夏。遠足？じゃあ一番端なんだよ。絶対ダメだよね。めっちゃ夏。でも、見えないよ。ちなみに今の、今みたいな補足をありにしましょう。あの、数じゃダメだけど、今みたいな、あの、腐ってるとか。僕のやつは、なんなら土がもう、ちょっと、引いてあって、ちょっとごぼう育ってます。ちょっとごぼう育ってます。栽培してるってことか。一番その養分吸い取ってでも、なんでいい方に行くんだよ。なんでいい方に行くんだよ。ここが結構あれなんだよ。えぇ、いや、確かに。僕は嫌いな吹きの塔ぐらいですね。ああ、そうね。結構嫌いですよ。だから、わかるわかる。だって、嫌い、野菜がもともと好きな、嫌いな。あ、確かに。絶対あそこっすよ、あそこの。え、そんなヤマさんだ。いや、絶対に、もうだって、腐って。なんだろその。もう、そこまで行く。いやー、痛んじゃうわな。めちゃくちゃ速い。ボルトくらい速い。え？速っ！足が速い。まだ抜かれてない。ボルトくらい。僕のでもごぼうあれっすよ。もう、その、土も洗い忘れたし、なんならご飯も忘れちゃって、オンリーごぼう？オンリーごぼうです。おかずじゃなくなってる。オンリーごぼうっすよ、僕。え？でも食わす気ないよ、だから正直。食わす努力したんですけど、洗い忘れちゃった。洗い忘れるとこじゃない。努力じゃないじゃん、それ。それで言うとこっちもその、サクドリはしてない。嘘でしょ？絶対同じコースじゃん。サクドリはもうそこまででは僕ない気しますよ。いや、硬いっすよ。ここは多分合ってると思う。サクドリはしてない。え？普通の揚げ出し。あ、この二人か。あ、俺は冷え冷えで全然染みてない揚げ出し。ぐらい。ああ。ちょっと変わってくるぞ。ちょっと、なんで、ここ違う可能性も出てくるじゃないですか。でも僕の吹きのとこ。まあ多分、さすがに。な気がする。さすがに。いや、どう？どう？そこ。え、だって刺身は食べれますよ、まだ。いや。でも絶対当たると分かっちゃう。真夏の、ちゃんと処理もしてないや。食べれるのはごぼうじゃない？いや、ごぼう。ちょっと、アメさんも信じますよ。え、じゃあ、そんなに言うなら。うん。あり。まあはい、これでいく。いやでもいいと思うよ、信じてもらって。本当ですか？本当ですよ。ええ、それも大事だな。怖いな。うわ、これ怖いわ。どっち、みんな的にはどっちが食べたくない？食べたくないな、こっち。食べたくない、こっち。土ついてますよ。いや俺でもごぼう結構食いたくないなと思って。なんか土が引いたんですよ、もう。そう、取っちゃえば、取っちゃえばいいんですよ。こっちも腹壊さないと思う。そうそうそう、真夏の。こっちもダメになってるもん。もうだって真夏のアジの刺身はもうちょっと絶対手つけない。そう、食べようと思わない。だからそう、本当ですか？本当ですか？えぇ、言ってみます？マジ？これ言ってみようか。これ言ってみる？はい。じゃあまあ、上から言った方がいいよ。上から、そうね。怖いよ、全然。僕、唐揚げです。はい。85、おい、59、お、44、お、8、お、え、4、お、3、お、すげえ、すげえ、ここすごすぎる、すごい、これめっちゃむずい、やばてかカメ危ない、割と低かったね。余裕な顔できてる。10か20くらいと思ったよ。20くらいの20あたりだと思ったよ。しかも2位1かと思ったからもう。あー、すごい、よっしゃ、すごい。これは1じゃないんだ、アメさん。確かに、1だと思ったよ。これはもう、だからその魚を入れた。なるほど、すっげー組み合おうと思って。なるほどね、なるほど。あ、うまいわ。すごいよ、すごいよ、すごい、すごい、すごい。まあ、この辺も実は難しいよ。難しいよね。まあまあまあ、でも言ったな。いや、すごい。すごい。すごいわ、ちゃんとよく譲りましたね。いや、ちょっとでも本当に僕、これより下って、まあ、ないだろうと思って。いや、こっちはさ、食べるのはなかなか。すごい。こっちは今日払ってはったよな、これ20ぐらいじゃないですか。そう、払ってはった。聞いてた情報、唐揚げしかなかったんで。あ、そうか、そうだね。順番はそう。いや、すごい、クリアした。素晴らしい。一撃。一撃。
すごい。すごいな、これは普通に。ドキドキしてる。すごいドキドキしてる。すごいわ、でも86で唐揚げはないから。その。まあ、100ですね。え、俺言ってる最初、攻めないよって。言ってた。言ってたよ。言ってたね。この中で一番やばいのはってなると、うん、もう86で唐揚げ。え、ダメだよ。え、約束したよ。俺2個約束した。絶対にダメだよって言って、ダメで唐揚げって震えながら言ったんだから。そうね。ダメな人にこれ。ダメな人そうだったんだ。ダメな人はキャンプ。いや、こういうだけどな。攻撃守んなきゃいけないから。すげえ。ちょっと。なんか今度こういうのもライブでやってみたいね。やりたい。うん。出したいね、こういうのをね。やりたい。やりたい。ということで、皆さんお楽しみに。イエーイ。イエーイ。